しもし、アリエルよ。はい、今日はですね、私アリエルになりました。じゃーん。今日はお友達にね、もらったプレゼントっていうか、お友達が断捨離をした時にちょっといらないなっていうものを、こういう感じでね、ディズニーストアの袋にたくさん詰めてくれて、なんかいただいたので、その中身をちょっと紹介していきたいと思います。私の宝物なの、嬉しいわ、フランダ、セバスチャン。はい、じゃん。まずウィッグスタンド、じゃん。これよくわかんないんだけど、なんかのブランドのショップバッグみたいな感じ。何、バブルスか、バブルス。バブルス。デルデデン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 。ちょっと急ぎ目で紹介します。おばあちゃんが帰ってくるので。はい、指ハート。デデン。ちょっとコロナ対策っていう感じで、プレゼントしてくれたと思うんですけど、ディズニーリゾートのミスターポテトヘッド、ミスポテトヘッド、トイストーリーはちょっと詳しくないのでわかんないんですけど、ジャガイモのマスクです。ぐん、ティアラ。ティアラはね、もう腐るほど持ってるの。ぐるん、わー、私の大好きなチャーリーとチョコレート工場のなんかやつです。結構いろんな種類があって、それぞれね、全部違うの、柄が。かわいい。これは飾りたいと思います。運命の人だわ。私は人間になってジョニーデップと結婚するの。エリックは多目的トイレで浮気したからもういらないわ。はい、次。じゃん。懐かしい、プリのね、おまけでついてきたつけまつげ。つけまつけ。セレブなデカめになって女子力アップって書いてます。ありがとう。今のプリじゃさ、おまけがついてくるってこと考えられないじゃないですか、多分。じゃん、イカついチョーカー。 SM プレイって感じ。うん。次、また SM プレイ。 SM。 はい、次。じゃん、なんだろうこれ。入れ物がね、すごい可愛いんだけど、多分中にね、コットンキャンディーが入ってたみたい。これなんかコスメとか入れたりもできるね。かわいいやん。めっちゃかわいいね。まだ入ってた。じゃーん、かわいい。これは何歳になっても好きですね、こういうのは。私にぴったり。クレアーズが本当に昔から大好きで、今も大好き。次、じゃーん、黄色はね、私すごい似合うの。ほら、似合うでしょ。すごい似合う。 USA って書いてる。バックプリントまですごい可愛いですね。これも大切に着たいと思います。すごいユイの香りがする。見てる、ユイ。ユイとディズニーに行くのが今の夢です。今年の D ハロはあるのかないのか、どうなんでしょう。私たちの D ハロを奪わないでくださいとコロナには言いたいですね。はい、次。じゃーん、これすごいお気に入りなの。次、じゃーん、かわいい。なんか2つ持ってるからって、1つプレゼントしてくれました。紙すき。これはディズニーストアの商品らしいです。うん。パパは分からずやよ、人間のことを誤解してるんだから。よく見て、素敵ね、これでもっと完璧。最後の商品になります。これは本当にびっくりした。じゃーん、ストーンズさんの CD です。まだ未開封なんですけれども、ユイがね、ストーンズすごい大好きで、握手券が欲しかったみたいで、CD をね、いくつか買ったみたいなので、1つ1枚譲ってもらいました。これからね、聞きたいと思います。はい、ということで、今日はですね、ゆいちゃんにプレゼントしてもらったものを紹介しました。全部可愛くてお気に入りです。はい、ということで、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバイ。